皆さんこんにちは。いつまでも若くて美しい姿を保ちたいと思うのは一般女性だけではなく、女性芸能人でも同じようです。そのため整形をしている女性芸能人は多いと言われていますが、それが過度になった結果顔面崩壊してしまったという残念なことになってしまった女性芸能人がいます。そこで今回は整形して顔面崩壊した女性芸能人を紹介していきます。ぜひ最後までお付き合いください。 1. 広田美恵子。1人目は歌手の広田美恵子さんです。1970年代に人気を博した歌手の広田さんですが、2020年7月21日突然帰らぬ人となりました。広田さんには突然死するような心臓病などの持病はなかったのですが、亡くなる前日に千葉県内の自宅で突然倒れ、実施が119番通販しています。しかし回復することなく翌日の21日に心不全で息を引き取ったそうです。一人娘のエリカさんは立ち会うことができなかったそうですが、実施がそばにいたということで一人でこの世を去ったわけではなかったのが不幸中の幸いです。そんな広田さんは生前、年齢を重ねても時が止まったように美しくて逆に怖いくらいでした。しかしその美貌は何度も繰り返された整形手術で得られたものだったのです。もともと広田さんはぽちゃり丸顔で純和風の顔立ちでしたが、1969年に初めて整形した姿を公開。デビュー当初と比べて鼻と目を整形してくっきり二重と高い鼻を手に入れ、その姿はまるで外国人のお人形さんのようでした。また輪郭は丸顔からシュッとした感じになったのです。1990年代にはさらに鼻を整形し、もともと鼻筋が通っていた鼻は先の尖った直線の高い鼻へと変貌を遂げ、シワなども一切なく肌が引き締まっていきました。そして2019年頃には繰り返しの整形で別人に。それ以降もリフトアップを繰り返し、結果シワはありませんが整形独特のビニールのような引っ張った肌質へと変化していきました。さらに唇もぷっくり膨れていて、メイクだけの変化とはとても思えないほどまで激変していったのです。その姿は以前の可愛いというものではなく、世間からは怖すぎると言われるまでになっていきます。そして繰り返し行われた整形手術の代償なのか、別人のような顔立ちになってしまい、広田美恵子と言われないとわからないくらいにまでなってしまいました。広田さんが突然死したのは、このように整形を繰り返すたびに全身麻酔をしたことがきっかけで心臓に負担がかかってしまっていたのかもしれませんね。2. 石田あゆみ。2人目は歌手で女優の石田あゆみさんです。若い頃は歌手としてデビューし、その後は女優としても活躍した石田さん。現在ピタリとその姿を見なくなった石田さんですが、代表曲であるブルーライト横浜を発表した時は毎日のように歌番組に出演していました。すでにこの頃には二重整形していたのですが、当時はまだ整形が普及しておらず、一般人はおろか芸能人でも整形をしている方はいませんでした。そのため石田さんが二重整形した姿で登場した際は、前のままでよかったのにという声が続出したといいます。しかし一方で石田さんが二重整形をしたことをきっかけに多くの芸能人が整形を始めたとも言われています。二重整形をしただけであればよかったのですが、次に心配されたのが激痩せでした。徹子の部屋に出演した石田さんは綺麗な着物姿で登場したのですが、それよりも激痩せの方が注目されてしまったのです。すっかり痩せ細ってしまった様子がかえって二重にした目も痛々しい印象を与えてしまうことに。60代の頃は若い頃よりもさらに年を重ねて痩せた印象があり、まぶたの部分にもやや違和感を感じるようになっていきます。現在でも可愛らしい笑顔は変わりませんが、以前よりもまぶたの皮膚が落ち、くぼみ具合が顕著になりました。もう少しふっくら肉付きが良くなれば、またあの時のような可愛い石田さんの姿が見れるかもしれませんね。3. 山本リンダ。3人目は歌手の山本リンダさんです。1966年の15歳の高校生の時にミノルフォンレコードよりシングル「困っちゃうなんて」歌手デビューを果たした山本さん。この曲が大ヒットし、国民的アイドルとして全国的に知名度を上げました。
その人気は翌年まで続き、第18回 NHK 紅白歌合戦にも出場。米兵だった父親と日本人の母親を両親に持った山本さんがあの顔で誕生するのも無理はありません。今も昔も全然ウェルカムの可愛さ、整った顔立ちは世界レベルとも言われていました。ただ当然戦後の混沌とした時代で可愛いよりいじめの対象でしかなく辛い少女時代を送ったようです。若い頃はハーフということもありめちゃくちゃ美人でしたが、現在は顔面崩壊しているという噂があります。この噂が広がったのは当時67歳ぐらいですが、当時確かに顔はいじっていると感じた感は否めませんでしたね。最近はメディアに出演する機会も少なくなっていますが、現在の山本さんはまぶたとほうれい線あたり、鼻筋も少しボコボコしているように見て取れるとのこと。顔面崩壊したと言われるようになったきっかけは目元の異常な引きつりが原因です。見事にボコボコになってしまった顔と目元の引きつり具合は、一体どんな手術をしたらあのように仕上がるのか本気で知りたいレベルでした。整形しているということですが、確かに年齢の割には顔が若いということがあり、無理している感じがします。それがちょっとサイボーグっぽい感じもあって、顔面崩壊につながっていると言われる原因になったのでしょう。整形しすぎて顔が変形という感じなのでしょうが、やはりこう見ると自然な年の取り方とは明らかに違います。いつまでも美しくありたい、綺麗な自分を見せたいという気持ちの表れが今の山本さんになっているのなら、そこには強いプロ意識があるのかなと思いますね。4. 藤田紀子。4人目はタレントの藤田紀子さんです。もともと芸能界で活躍していた藤田さんは1970年、当時屈指の人気幕内力士だった貴乃花と結婚して芸能界を引退しました。立派な息子を2人育て上げ、女将としても尽力していましたが、2001年に不倫疑惑がささやかれるように、その後別居し、最終的には離婚しました。離婚後に芸能界に復帰した藤田さんはタレントやコメンテーターとして多数のメディアに出演。最近ではめっきりメディアで姿を見せることはなくなりましたが、離婚後に整形が始まったと言われています。結果、若い頃と比べて顔が整形で変わりすぎていると言われるように、顔は不自然な感じでちょっと怖いような印象になり、ネット上では怖いという声が出ていました。もともと綺麗な顔立ちをしている方なので、美に対する意識が高すぎるあまり、いろいろな顔のパーツを直しすぎたのかもしれません。離婚後最初に手を加えた箇所は目で二重にしたようです。それが徐々にエスカレートしていき、もともと綺麗だった顔がわからなくなってしまったくらいの変貌を遂げてしまいました。ここまで変貌した原因はボトックス整形が崩れてきたからだと言われており、70歳を超えてもシワもないツルツルの肌にはヒアルロン酸やボトックスを実施している藤田さん。しかしそれが逆にシワを伸ばしすぎて少し不自然に感じてしまいます。特に目尻を強化しているのか、顔のパーツ特に目元が埋もれてしまっているようです。藤田さんがここまで言われるようになったのは、若い頃があまりに美人すぎたからことでした。若い頃は本当に可愛く綺麗だったため、劣化以前の問題で顔面崩壊と言われてしまう始末。もし整形依存であれば自分の顔を冷静に見返してほしいなと思ってしまいます。 5. 恵子。5人目がグローブの恵子さんです。2011年にくも膜下出血によって倒れた恵子さんですが、現在は解放に向かっていることがたびたびメディアでも報じられています。そんな恵子さんの鼻が陥没し崩壊しているという話が一時期話題になっていましたが、何があったのでしょうか。デビュー当時の恵子さんはとても綺麗な顔立ちで明らかに美人というイメージだったのですが、2002年頃から急に鼻が高くなり、2008年頃には逆にぺちゃんこになってしまったのです。明らかに違和感を感じ、テレビを見ていた方は二度見してしまうほど誰かわからないほどの変貌ぶりでした。その原因は整形によって鼻にプロテーゼを入れていたことだと言われています。鼻に入れていたプロテーゼを抜いたことによって鼻がぺちゃんこになってしまったのではないかと言われています。最近の画像を見ると常にマスクをしているため鼻の状態は分かっていませんが、すでに鼻返ししているのではという噂もあります。基本的にプロテーゼは安全な素材なのですが、
体にとっては異物なので、プロテーゼが感染症の感染源になることがあるとのこと。そのためごく稀に感染症を引き起こし、腫れや赤み、膿がたまって皮膚がただれたり、皮膚が壊死したりというようなリスクがあるそうです。恵子さんが入れていたのは L 型のプロテーゼで、プロテーゼの中でもトラブルが起きやすいと言われています。プロテーゼは人工物なので経年劣化、石灰化する可能性が少なからずあり、そうなると鼻がデコボコしたり突っ張ったりというトラブルが起きるとのこと。また L 型のプロテーゼは角の部分が鼻先の皮膚への大きな負担がかかります。そのため感染症のリスクが高く、挿入してから年月が経過すると皮膚を薄くしたり、プロテーゼが浮き出てしまうなんてことも。そういったトラブルが原因で恵子さんはプロテーゼを抜いたのかもしれません。さらに長年プロテーゼを入れていると、入っていた部分の骨が萎縮、吸収を起こし鼻がくぼむという可能性もあります。結果恵子さんの鼻は崩壊してしまった可能性が高そうですね。2009年に歌番組に出演した際は明らかに鼻が潰れていたため、この頃から整形疑惑がささやかれるようになっていきますが、それ以前から整形をしていたということになります。この映像を見た視聴者からは怖い、誰という声が相次ぐほど恐ろしい顔面になっていました。くも膜下出血で倒れた後の2012年、元夫だった小室哲哉さんが恵子さんの姿を SNS にアップしたのですが、この頃にはあの鼻ではなく綺麗な鼻に戻っています。それ以降はマスクをしているため、現在はどんな顔になっているのかは分かりませんが、明らかに顔面崩壊が著しかったため、再び鼻にプロテーゼを入れる手術をしたのでしょう。綺麗になるために施した整形から明らかに変貌してしまうほどの顔になってしまうなんて怖いとしか思えないですが、それでもしてしまうのが整形の怖さなのかもしれません。6、広瀬香美。6人目は歌手の広瀬香美さんです。冬の女王と言われ、これまでに数多くの名曲を世に送り出してきた広瀬さんは、俳優の大沢たかおさんの元奥さんとしても知られています。現在は YouTube などで歌ってみた動画やさまざまなコラボ動画を投稿しており、広瀬さんの変わらぬ歌声に絶賛の声が上がるとともに、一方で整形失敗して顔面崩壊したの怖いなど、広瀬さんの顔の変化についても言及する声が多く上がりました。50代の広瀬さんは目元もバッチリでくっきり二重、目の下にたるみなどはなく、ほうれい線もありません。中でも唇のプルプル具合も年を感じさせない容姿になっています。デビュー当時の広瀬さんはさっぱりあっさりとしていてナチュラルな顔立ちでしたが、現在の顔をデビュー当時と比較するとさっぱりした感じは全くなく、化粧が濃くなったような印象を受けました。昔の広瀬さんは顔のパンパンさは全くなく、むしろ頬がこけてげっそりしたように見えるのですが、今の広瀬さんは頬がパンパン、鼻は団子鼻になり、唇もぼってりするなど明らかな整形顔となってしまっているのです。特に目が明らかに変わっており、昔はパッチリ一重か奥二重だったのですが、現在は二重になり、まるで別人に。鼻に関してはプロテーゼを入れたと思われますが、綺麗な鼻とは程遠く、アバターと言われる始末。一部からは広瀬香美は冬になると顔が変わるという説がささやかれているほど、多重整形している可能性が高そうです。デビュー当時、広瀬さんは見に来てくれたお客さんが自分の顔を見てがっかりするのではないかという不安があったため、ライブツアーを行わなかったと話したことがありました。また CD ジャケットも当時は顔を隠すものが多かったのです。さらに大沢たかおさんと結婚した際、結婚会見に出席したのは大沢たかおさんだけだったのですが、広瀬さんが出席しなかったのは自分の顔に自信がなかったからだそうです。つまり広瀬さんは自分の顔に相当なコンプレックスを抱えていたことがわかりますね。結果整形に走ったと言われていますが、現在は動画などでも投稿しているくらいなので、今の顔に満足しているということなのでしょう。世間からは怖いと言われている顔が本人にとっては完璧だと思ってしまう。人の価値観はそれぞれなので本人が良ければいいと思いますが、広瀬さんの場合周囲の意見も少しは聞いた方が良かった結果になっている気がします。
7、工藤静香。7人目は歌手の工藤静香さんです。工藤静香さんといえば木村拓哉さんの奥さんであり、娘さん2人も活躍するなど芸能一家として知られています。学生時代はアイドルとして活動し、その容姿はとても可愛らしいものでした。28歳頃から特に垢抜けた印象を受けるようになりましたが、ソロ歌手としても活動。当時は今と違い照明や技術でごまかせるような時代ではなかったため、本当に綺麗な女性だったことがわかります。しかし37歳頃にすでにほうれい線含め口周りのシワが目立ち始めており、首のシワも目立ってきていました。まだ44歳だった2014年には50代と言われても違和感がない容姿だったため、劣化していると話題に。もともと工藤さんは太らない体質で常に細いというイメージだったため、シワなどが目立つのは自然なことだと思いますが、現在は目尻が上がり、かなりフェイスラインが細くなったことから整形疑惑が浮上。さらに顎周りがシャープになっているにもかかわらず、肌には張りが出てきたのです。あれだけシワシワだった顔が明らかに若返った印象を受けることに。また昔と比較すると明らかに目、鼻、口の周りが変化しました。42歳の頃には目尻が下がっていますが、最新の姿は目尻が少し上がっており、目の幅が大きくなっているようです。鼻もいじっていると言われており、鼻頭が高くなっています。肌の質感を見る限り、ヒアルロン酸を入れている可能性が高いとのこと。また、工藤さんの顔面が崩壊していると言われる理由には、整形以外に趣味のサーフィンをしていた際に起こった事故も関係しています。その事故で鼻の骨と歯が折れてしまったのですが、ちゃんと病院に行き治療をしていなかったせいか、今になって顔の歪みが顕著出てきています。それにより世間では顔が歪んでいて怖いという声が出ることも。これに関しては事故で起こってしまったため仕方ないかもしれませんが、骨折の上に整形をしているため年を重ねるごとにおかしな顔になってしまった感が否めないですよね。デビュー当時は可愛い顔立ちをされていただけに残念な気持ちになってしまいます。8、山崎千里。8人目は女優の山崎千里さんです。もともとは清純派で清楚な演技や端正な顔立ちでデビュー後、瞬く間に人気女優になりました。若いのに落ち着いた感じで、その上クールで知的な印象に虜になった男性も多かったのではないでしょうか。またビューティーアドバイザーとしても活躍していたため、美に関しての意識は相当なものだったと思われます。山崎さん自身が整形を公表したわけではないのですが、明らかに目、鼻、口などが変わっています。目に関しては薄い二重のラインがついた目からくっきり二重ラインが目立つように。現在では二重幅が広がりすぎていることと、加齢やハードコンタクトレンズの影響でまぶたが落ち眠たそうな目になっています。鼻についてはもともと丸みのある平均的な鼻だったのが、30代の頃には小鼻がシャープになり鼻筋も通るように。現在ではとても高い位置から鼻筋が始まっているように見えるため、プロテーゼを入れている可能性が高いのではないでしょうか。口については昔に比べると唇が分厚くなり、ヒアルロン酸を注入している可能性が高く、シワがない肌と張り潤いがあるため、顔にもヒアルロン酸やボトックスを入れていると思われます。その上に益若つばささんのメイクに憧れ、ドール顔になりたいとドールメイクを始めたことで不自然な顔立ちになってしまった結果、昔の面影がないほど顔面が崩壊したと言われるようになってしまったようです。ビューティーアドバイザーをしているほど美意識が高すぎた、あまり行き過ぎた手術をしてしまった例かもしれませんね。9、長谷川京子。9人目は女優の長谷川京子さんです。長谷京という愛称でモデルや女優として一世を風靡した長谷川さんは、現在においても女優としてドラマや映画に出演し続けています。プライベートではポルノグラフィティ隊の新藤春一さんと結婚し、2児をもうけるも離婚し、現在はシングルマザーになりました。そんな長谷川さんは2015年から2016年頃から唇お化けと言われるように。デビュー当時は唇が薄く顔の輪郭も丸みがあったのですが、2016年頃の30代後半に入ると顔に変化が見られるようになっていきます。顔全体にそこまでの変化は感じないのですが、
唇については明らかに分厚くなっており、顔に対して唇が分厚すぎるあまり不自然に見え、唇お化けと言われるようになったのです。この手術は唇にボリュームを持たせるヒアルロン酸注射や下がった口角を引き上げる口角リフトなどが考えられ、プチ整形をした可能性が高そうです。また顎も昔と比較するとシャープになっているため、エラを削ったと思われます。それに関しては特に違和感を感じることはないのですが、やはり唇が他のパーツと見合っていないため、世間からは怖い、顔面崩壊しかけているという声が続出。しかしながら2023年頃からは唇の分厚さも軽減され、現在に至っては特に違和感がないほどに収まっています。世間から自分が唇お化けと言われていることが耳に入り、ヒアルロン酸の量を減らしたのかもしれませんね。10神田うの10人目はセレブタレントの神田うのさんです。ここ最近テレビに出るたびに顔が変わったと SNS を賑わせている神田さんは、2011年に出演したテレビ番組で世間に衝撃を与えることに。もともと目が大きかったため目に違和感を感じることはなかったのですが、鼻や口が明らかに変わっており、番組を見た視聴者からはお化け怖いと話題になりました。しかし当の本人は整形を否定、ただヒアルロン酸注射とベビーコラーゲン注射はしていると公表しています。またその1年前の2010年にはおでこに異物が突出した画像が出回り、顔面崩壊と言われていました。これはおでこに入れたシリコンプレートが加齢による皮膚のたるみと整形の繰り返しにより浮き出てしまった整形後遺症の一種とされています。2010年も2011年も明らかに怖い顔立ちをし、顔面崩壊と言われても仕方ない姿を残した神田さんですが、現在はそれも落ち着き、なんとか完全に顔面崩壊とはいかなかったようです。しかし2023年に久しぶりに出演して、番組では再び神田さんの顔の変化が話題に。顔面崩壊とまではいきませんが、不自然なくらいにないシワやたるみが逆に怖いと言われました。ヒアルロン酸注射とベビーコラーゲンを手術していると公表していたため、現在でも続けているのでしょうが、年齢の割に若いという姿は少し違和感を感じてしまいますね。一度は顔面崩壊になりかけた神田さんなので、今後はさらに気をつけないといけないのではと危惧してしまいます。11浜崎あゆみ。11人目は歌手の浜崎あゆみさんです。平成の歌姫として知られる国民的歌手の浜崎さんは、圧倒的なカリスマ性が人気を博し、たちまち日本の顔になりました。そんな浜崎さんはテレビに出るたびに顔が変わっていると言われています。もともと二重で目がはっきりしていた浜崎さんでしたが、その目がさらに大きくなったことで目頭切開をしたのではないかと言われています。また鼻に関してももともと鼻筋が通った鼻だったのにもかかわらず、形や大きさが変化したためプロテーゼを入れているという疑惑が浮上。そしてもともと薄かった唇が今では分厚くなったため、長谷川京子さんと同様唇お化け化していると言われることも。さらに肌にシワがなく張りがあることから、ヒアルロン酸やボトックスをしている可能性が高いでしょう。そこに浜崎さん独特のメイクが重なったことで顔面崩壊と言われてしまうように、世間からは怖いという声も上がっており、2022年に出演した音楽番組では明らかに顔や歌い方が違うことから、影武者説も飛び出すほどの話題になりました。笑った時もなんだか突っ張った印象を受けるため鼻の整形していると思われますが、昔の浜崎あゆみさんの方が可愛かったと言われているだけに、これ以上の顔面崩壊は避けてほしいなとファンは思っているかもしれませんね。12釈由美子。12人目はタレントや女優として活動している釈由美子さんです。2024年に出演したバラエティ番組で釈さんの顔が明らかに変わったことが話題になりました。また顔がボコボコになっているとも言われています。確かに現在の釈さんは昔に比べて肌はボコボコしていますし、目の下がくぼんでいます。そのため顔面崩壊に向かっているのではないかと言われているのですが、顔がボコボコになっている要因はヒアルロン酸の注入量が多すぎることが関係しているようです。ヒアルロン酸が馴染んだ後は綺麗になるそうなのですが、ダウンタイム中はまだ肌に馴染んでいないためボコボコに見えるとのこと。
その他にも目頭切開や鼻にプロテーゼを入れているとも言われており、明らかに整形美人と言わざるを得ません。もともと綺麗で可愛い顔立ちをしているだけにもったいないと思ってしまいますが、テレビに出演し続けるためには美を保つ必要があるのでしょうね。13、工藤勇気。13人目は女優の工藤勇気さんです。小学校6年生で芸能界デビューを果たした後、女優として映画に出演。それ以降も複数の主演女優賞を受賞するなど、女優として幅広い活躍をしていました。最近ではめっきりメディアで見かけることはなくなりましたが、一部では整形し顔面崩壊しているという噂が出ています。工藤さんといえばアイドル時代からお人形さんのように可愛い童顔と笑った時にキラッと見える白い歯がチャームポイントの女性でした。そんな工藤さんですが、一時期目を大きく開いただけでほっぺもつり上がっていたのです。工藤さんの変わり果てた姿を見てしまった視聴者からは、整形で目頭切開した、肌のたるみをリフトアップで矯正したといった噂が出ました。また目も以前は横に長い人絵の目をしていましたが、現在はくっきりとして二重線が入っており、形もつり目になっている印象を受けます。これが恐怖を覚えるという声が上がり、顔面崩壊と言われるように、鼻に関しては年々鼻筋がくっきりしていて、チャームポイントだった小鼻も面影はありません。工藤さん自身は整形を認めており、劣化ではなく進化と言ってほしいと話しています。今回は整形して顔面崩壊した女性芸能人を紹介してきました。明らかに顔面崩壊してしまった芸能人から一部を整形し顔面崩壊しかかっている芸能人まで様々ですが、整形をしていない状態でデビューするとどうしても整形した際はつつかれてしまうのは仕方ないことですし、女性なので美を追求することも悪いことではありません。しかし明らかに面影がなくなってしまうまでの整形は怖いというマイナスの印象を与えがちになってしまうため、やりすぎは注意ですね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。